日本の昭和期の農業家で砂川町基地拡張反対同盟代表、東京都立川市砂川町出身、地元で江戸時代から続く農家の16代目だった。1955年から在日アメリカ空軍立川基地の滑走路延長計画に対する地元住民らの反対運動である砂川闘争の副行動台長となる。 反対運動の過程でデモ隊による米軍基地不法侵入が問われた砂川事件が起き、宮岡は訴訟で地元農民のリーダーを務める。独学で法律を勉強し、砂川の法務大臣の異名を取った。反対運動について記した砂川闘争の記録を1970年に31処房から刊行した。 1969年4月の立川基地、拡張中止の閣議決定により砂川闘争が一段落すると、闘争に参加していた、中核派の秋山勝之委員長ら三派全学連を三立化、芝山連合空港反対同盟代表の戸村、はじめ作に紹介したほか、同反対同盟の集会に参加するなど、三立化闘争の支援を行った。三立化。 芝山連合空港反対同盟事務局長の北原金春と親交があり、宮岡が娘の花嫁衣装を購入する際に、北原は商売上の付き合いがある日本橋の富山で付き添ったほか、宮岡の葬儀にも参列している。没後、次女が津川闘争の記録を2005年に復刊し、地元に資料館津川平和広場を2010年に開設している。 砂川闘争の記録31処方1970年。ありがとうございます。